さあ日本一持ってる男キャベツ、頑張れよ。さあ続き側は吉祥寺での新のジュリさあ先日のファイブオンファイブでもその持ってる振りを発揮しましたキャベツワイパー。さあトレードカラーの緑、ジュリの対戦経験はあるのか。さあ試されるところ、さあお互いさすがかなたより、さあサンダーが取る中段、さあフェイントから攻め立てるデイグタイミング、さあ第3弾初期出していったら、さあ今度は安かった。さあ重ね見したがこれはさあスマーニング、さあ裏回り投げる一球すぐ立てるか、表から行くフェイントが投げ難しい。さあ、イエスエスも当たる、ずらして中盤、さあ、イエスエスも、さあ、第3対応した、ランナーサンダー、さあ、中央サンダー当たる、さあ、第3弾、中央に行くか、片手がスティッシュで使っている、さあ、画面端を出していけるか、さあ、ナイス壊して、さあ、イエスエスも警戒、構えて、チャンスをものにした吉祥寺。さあお互い先手が強力、さあ構えからの、さあめくりパーティーが失敗だ、バトル大会よく見えるこのパーティング、壊しから投げ、を暴れた、さあずらしていく、さあ牽制の試合は構えるパーティーが当たる、さあ、メモヤンダ、メモヤンダのアドバイザー、パシャッと飛ぶ、うまい、セリー、さあ、うまく来月落とせるからな、当然、勝負の分かれ目になる、ラスト、さあ、ジャッコ渡る、さあ、シューパー、さあ、これは知っている、さあ、セリーもうまく引き上げるが、めくりが入る、ダメキャラにめくりが非常にきつい。さあ EX でこれ伸ばれたパーシーパー、さあ対空うまいぞ、ステイトラックス、さあ中心になってしまう、さあこれは重くなった、あとは難しい、さあ補正切りのコマ投げ、さあ大会が分かっているよ、さあ大舞台の経験値はおそらくナンバーワン、さあ空対でした、発動。
詳しく解説できるのは。